はい、今日も動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、眠れない方、よく最近です、私の周りでも眠れない方っていうのは結構いらっしゃるんですよ。で、結構ですね、知識、前提知識があんまりですね、ない方っていらっしゃるんですよね。そのよく眠れないとか、日中眠くなるとかっていうのは結構体内時計がこう狂ってるっていうことをねよく言うんですよ。で、体内時計って24時間じゃないんですよね。24時間とちょっとらしいんですけど、それがですね、光を浴びると、朝の光が浴びるとこう体の中でリセットするっていうことを言われてるんですよ。で、僕もですね、結構その昔20代の頃ですね、眠れないことがすごくあって、夜眠れない、昼眠くなるっていうことをこう繰り返してたんですね。で、いろいろ自分でですね、生活スタイルを改善したりした時にこうよく眠れるように最終的にはなったんですけど、その時にですね、やった方法と、あとですね、最近ですね、これをやるとよく眠れるよっていう方法をちょっとお伝えしたいと思います。これはですね、まあ本を読んだりですね、いろんな知識をですね、本を読んで知識、実践してっていうのをやった結果なんで、もしね、できればですね、皆さんもですね、こう、ぜひやってみてね、いただければと思うんです。で、一つ目はですね、朝ですね、少し体を動かすってことなんですね。朝体を動かす。で、まずですね、朝起きたら太陽の光を浴びて、それから体を少し動かすってことをしてもらうとですね、夜ですね、結構眠りやすくなるんですね。で、なかなかもしできれば散歩とかね、朝ね、こう散歩とかウォーキングあたりするのがいいんですけど、もしなかなかできないって方はね、朝カーテンを開けて光を浴びるっていうことだけでもね、かなりね眠りやすくなるんで、こう実践してみていただければとね思うんです。で、眠れないって方はね、一番こう重要なことっていうのは、朝の行動と夜の行動をしっかりですね、こう眠りやすい方向に持っていくってことがすごく重要だと思うんですよ。で、朝だったら光を浴びて、ちょっと運動するとか、こう軽めの動きでもいいのでちょっとやってもらうっていうのと、あと夜ですね、夜はですね、食事を例えば寝る直前に食べないっていうこと、これすごく結構重要で、食べてですね、すぐ寝るっていうと結構眠り浅いと思うんですよ。これやってみていただければと思うんですけど、食べてですね、できれば3時間前ぐらいに食べて、で寝るっていうのがね、一番理想だと思うんですよね。で、これの違いをですね、ちょっと自分でですね、やってみて、直前に食べて寝るとのと、あとですね、3時間ぐらい前に食べて寝るのだとね、眠りの質はかなりちょっと違うと思うんで、ぜひね、それもね、やってみていただければと思うんです。はい、で、最後はですね、最後の、ものはですね、今日ちょっと眠りやすくなる体操っていうのをね、ちょっとご紹介したいと思うんで、ぜひですね、これ眠りやすくなるかどうかね、ちょっとやってみてもらって、よく眠れるなと思って続けてみてください。ちょっと簡単な体操なんで、椅子をですね、こう椅子をこう用意しています。椅子見えますかね、椅子を用意してもらってですね、はい、椅子を用意してもらって、ここに座るんですけど、座った時にですね、ちょっと待ってください、座った時に右の足をですね、こうやって左の足にね、こうかけてみるんです。で、このままですね、少し、
もしできればこの左の足のかかとをですね、こう突き出した、まあ、手をね前に出してもらって、で手の甲を合わせますね。でゆっくり上に上げてもらって、こう振り返るようにね、こう、両手をですね開いてみてください。でこっからが重要なんですけど、こっからですね、手の甲が、正面向いたままですね、息をこう吐き続けます。ふーっと、例えば6秒ぐらいで、ね、ふーっと吐いて10回ぐらい回してみて、ふーゆっくりですよ。この手もね、ゆっくり回してみて、ふーっとこう10回ぐらい回してみます。で鼻から息吸って3秒ぐらい吸います。でゆっくり元に戻す。これをね、ゆっくり呼吸と合わせてやってほしいんですね。もう一回やってみましょうか。手の甲、手のひらを合わせてもらう。足をね、まず組んでもらって、右の足をですね。で、かかとを突き出したまま、両手を合わせて、ちょっとですね、両手合わせたら、このままでいいので、手の甲をくるっと回してもらって、手の甲がですね、こうくっつくようにしてもらって。で上に上げて胸を開く。でここからですね、息を6秒吐きます。ふーとゆっくり吐いてみてください。で10回ぐらい回してみましょう。で終わったら鼻から3秒です。吸ってでゆっくり元に戻すっていうのをちょっとやってみてください。でポイントとしてはですね、吐く方が6だとしたら、吸う方は3っていう形で1対2の割合にしてほしいんですね。吐く方を細く長くで、例えば、吐くのが12だとしたら吸うのは6という形でしてもらいたいです。で吐く方を吐いてから吸うっていうのをやってみていただければと思います。そうするとだんだんですね、結構落ち着いてくるんで、体がですね、よく眠りやすくなると思いますんで、これ左右、ね、左ももしよかったらやってみてください。左を、足をですね、上にしてもらって、左足を上にしてもらったら、かかとを突き出してもらって、両手を合わせます。で、手の甲を外にして、手の甲でこうやってくっつけてもらったら、上に上げて、でここからですね、息をふーっと6秒ぐらい吐いていきます。ゆっくりね回してみてください。ゆっくり回して、でゆっくり、鼻から息吸って、これ吐く方を、長くで、吸う方を、短くてですね、1対2の割合ですね、をちょっとしてみてください。でこんな感じでゆっくり元に戻してあげると、結構ですね、眠くなっていきますので、ぜひですねやってみていただければと思います。ポイントはですね、朝と、一番寝る前の夜のね、ここら辺が一番すごく重要なんで、朝起きたら光を浴びる、でもしできればちょっと軽いウォーキングでも何でもいいので、外に出てウォーキングをするとか、体を動かすということと、あと寝る前ですね、食事3時間前ぐらいに食べて、で寝るとき直前には食べない方がいいです、はい、でこういう夜寝るときにですね、ちょっと運動してもらうと結構ですね眠りやすくなったりしますんで、ぜひですね、試してみていただければと思います、はい、今日もありがとうございました。